ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は、タイプ4の健全度のお話しようと思っております、はい、今日もこちらいつもお世話になってます、うん、ドン・リチャード・リソさん性格タイプの分析、うんうん、あとは、ティム・マクリーンさんの9つの性格タイプ、うんうん、あとは中島真澄さんのエニアグラム9つの性格診断から紹介したいと思います、うんはい、でタイプ4っていうのはもともとどんな人かというと、うん、違いを求め個性的でありたい人ですと、うんうんうん、心にある欲求としては個性的でありたい、他の人とは違っていたいっていう欲求の強い人、うんうんうん、自分が何者であるのかを見出したいという気持ちが強く持ってますと、うんうんうん、この人たちは幼児期の原点として、両親双方と否定的に結びついており、うん、親に見捨てられた、うん、あるいは何らかの点で誤解されたと感じている、うん、で幼児期の人格形成における主要要因は、うん、役割のモデルが不在だった、うん、要は父親で、うん、父親に肯定されたとか、うん、じゃあ父親に向かうとか、うん、そのタイプ2みたいに、うん、私が父親の代わりよ、うん、みたいなことではなくて、うん、そういったモデルがどこにもいなかったため、うんうん、タイプ4は自分の内側の感情と想像に目を向けることによって、うん、アイデンティティを作り上げざるを得なかったと書いてあります。これ聞くと僕4な気がしますもんねほう、というのは子供の頃ずっと自分の世界にアリをずっと眺めてたりとか、なんかでもアリって聞くとなんかそのタイプ5、うんうん、もうなんかそのアリエピソードがよく聞くんですけど、タイプ5の人たちの中で、うん、ちっちゃい頃ずっとアリを見てたみたいな。アリだけじゃないですけどね、何かを見てたらずっとそれを追っかけて、ずっとそれをこう見て、自分の世界にこれはこうなんじゃないかとか。なるほど。なんかその今挙げたタイプ、うんうん、全て有利タイプ、有利タイプ、有利タイプの特徴、うん、まあ有利、その自分の世界があるって言いますからね。なるほど、うん、でこのタイプ4の人たちは、うん、役割のモデルが不在だったというふうに紹介されている、うんうん、なんでその自分の中に想像して作り上げていかざるを得なかったと、うんうん、でこの人たちが、健全度がいい時っていうのは、まあ、順番に紹介しますと、霊感を受けた創造者とあります、はい、創造性と、うんうん、で2は、自分で意識している直感力の人、うん、自己知質と書いてあります、うん、で3番として自己顕示の人、うん、個性、うん、と書いてあります。4番は想像力に富んだ芸術家、うん、空想、5番は自分のことに夢中になっている内向の人、自意識、うん、で6番は芳醇な優美主義者、免除、うん、となってます、うん、で7番、ここからは不健全なレベルですと、うん、で不健全なレベルとして疎んじられて憂鬱な人、自己抑制、うんうん、で8番が感情的に痛めつけられた人、うん、自分を苦しめる、うん、で9番で自滅の人、うん、自滅と、うん、でタイプ4はタイプ4のこの動きは、うん、まあ、健全な段階の自己超越の創造性、まあ、聞いててよくわかんない、よくわかんないですよね多分スピリチュアル的な感じですね言葉が。そうですね、うん、でも、まあ、これをやってる目的っていうのは、うん、要はその、まあ、通常のレベル、うん、4、5、6、うん、普通の人は大体この通常のレベルにいるこの辺を行ったり来たり常にしてる、はい、そうですね、うん、でこの芳醇な優美主義者、うんうん、すみません、この意味を芳醇な優美主義者、多分ここを、うん、知るとですね、うん、わかりますかね。わかり、ちょっとまず言葉の意味をね、もうこれちょっとかっこいいんですよね、なんか言葉がかっこいいけど意味がかっこいいかどうかは別ですよ。褒章でした。褒章。褒章、うんうん。思うままに振る舞うこと。うんうん、思うままに振る舞うこと。優、う、美、んうん、主義者。優美主義。耽美主義とも言うと、うん。あらゆる価値観のうちで、うん、美を最高のものとする世界観ないし人生観、思うままに振る舞うこと、うん、で、
あらゆる価値のうちで美が最高だと思っている、うん、だから成功とか金よりも美しいかどうかで、この4の人たちが、うん、まあ、多分この段階にいると人間関係で、うん、多分いろいろとこじらせてくる、うん、人間関係が、うん、なってくると思うんですけども、うん、こちらの本でそのタイプ4、このタイプの困った人、うん、困った人の紹介として、感情だけで好き嫌いを判断してしまうと書いてあります。要はちょっとのことで人に傷つけられたとか、うんうん、絶望的だと嘆いては、うん、暗く落ち込んでしまいますと、うん、要は好き嫌いの感情だけで物事を判断して、うん、他人の趣味や気持ちを考えずに、うん、あんな人は嫌い、うん、あんなものは嫌いと言ったりしますと、うん、要は子供っぽい気分のムラがあって、うん、人前でもその気分をむき出しにしますと、うん、でだらしなく咆哮で、うん、生活もルーズ、うんうん、けじめはメリハリがありません、うん、で私なんてかわいそうなの、不幸なの、うん、と自分で自分を哀れみ、うん、人の気を引こうとするところがあります、うんうんうん、でこの人たちが人間関係がこじれる原因としては、うん、平凡でありたくない、うん、他の人とは違っていたいっていう気持ちが強く、うん、実際に自分は他の人とは違っていて、うん、どこか特別なところがあると感じていると、うんうんうん、特別でありたいっていう欲求から、うん、特別でありたい、特別だ、うん、に変わると、うん、私は特別だ、うんうん、でそのような思い込みが強いと、うん、タイプ4は他人を平凡で通俗的な人間と見下す、うん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 、であの人たちにはこういう趣味は理解できないわよ、うんうん、おほほほ的な、自分の感性と合わない人たちを見下し、うんうん、私の方がはるかに上等で趣味のいい人間、うんうん、まあこれが趣味がいいからテストしてそれを見て趣味悪いと思ってるかもしれないです、ね、周りはね。あ、そうですね、タイプ4の人は。あ、僕を見てね、申し訳ございません、申し訳ございません、それじゃないよって思ってるかもしれない、申し訳ございません、深くお詫びいたします。まあこういう、確かにこういう人をおちょくってるような態度も、あの下品だと思ってるかもしれないですね。下品だと思って、うん、で特別なわけじゃないですか、はい、だから自分のことはお前ら理解できないと思ってるんですよ。認められない理由も、はい、自分が特別でだからこそみんながついてこれないから認められないぐらいの。でもそう、うんうん、そうなっていくと、うん、どん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 、うん、離れていきますよね。離れていく、この、うん、ここの群れからは。そうそう、なのでこう、いや、こっちの群れは多分何とも思ってないですよね。何とも思ってない、その、うん、何とも思ってないっていう言い方はうん、いけなかったかもしれないけど、うん、気づけたと思ってる。違う、勝手に離れてってるわけじゃないですか、うんうんうん、私は特別って言って、うんうん、で多分自分が特別ってありたい、はい、思いたい、はい、からその特別感を出す、はい、だから人から見ら、うん、と認められないのも自分が特別だからだってこう人と離れていくみたいな、はいはい、うん、なんでこの高尚な、うん、でもここの段階のイメージがちょっとできないんですけどね、うんうん、多分離れてってると思います。でちょっとしたことにあの人に傷つけられたとか、さっき出てきたじゃないですか、はいはい、でひどく落ち込んでもう私なんて生きていけないみたいなことを思い出す、そんな感じだと思うんですよね。ちょっと些細なことにこう反応して、要は私だけが美しいみたいな感じなんですかね、うん、私だけが美しいじゃないけど、美しいっていうのが最上の価値だと思ってるわけじゃないですか、はいはい、なので他の人は美しいっていうのが最上の価値ではないですよね。そうですね、うん、だとするとその人たちは、あの人は価値がない、こうタイプ4の人から見て、例えばなんか価値、タイプ6的に価値があるもの、まあタイプ6的には、うん、多分、うん、仲間だったりするんでしょうね。そんな価値がない、あいつら価値がない人間だって思うことで自分がこう上だっていうことですね、っていう思い込もうとするっていうか。なるほど、うん、許せんですねで、うん、このタイプ4の、うん、この落ちている時、うんうん、
健全度が下がる時の注意信号として挙げられているのが、うん、要は自分の気持ちに執着して、うんうん、ドラマを作り出そうとしている時は、うん、健全度が下がっている注意信号ですと、うんうん、要は人が自分のことをどう考えているか、うん、自分にどう接したかなど、うん、自分が感じたことが現実と合っているか、うん、思い込みでないかを確認してくださいと、うんうんうん、なんでこの、うん、この人たちから離れていこうとしているわけじゃないですか、うんうん、何かの思い込みによって、うんうん、でも周りはもしかしたらそんなこと何も思ってないかもしれない。そうそう、勝手にそのドラマを作り上げてもう私なんてであいつらなんてみたいな、勝手にそう自分で勝手にドラマを作り上げている可能性はありますよね。あ、というのは先ほど確かに挙げた、うん、ちっちゃい時にモデルがなかったから、うん、自分の中でものを作ろうとした、うん、っていうところがこういうところにも出てくるんですかね、うんうん、で囚われは妬みですと、うんうん、でそうしてるからなんかうまくいかなかったりするわけじゃないですか。落ちていくと勝手に落ちていくんですよね。勝手に落ちていって、でもどのタイプもみんなそうか、そうどのタイプも勝手に落ちていくんですよね。囚われがあって勝手に落ちていくっていう、はいはい、で勝手に落ちていくとこう認められなかったりする、あいつはこういいよなみたいな、そこでもまたドラマを作るんですよ、はい、自分が悲劇のヒロイン的なドラマを作り出して、あスポットライトが当たってるんですね。そうそうそう、なるほど。で、陥りやすい人生のパターンとして挙げられているのが、うん、自分の存在に意味はないのでは、うん、自滅の人ですと、うんっていう恐れに突き動かされている傾向があります、うん、で自分が存在している意味を感じたいとか願っていますと、なのでその自分の気持ちに正直であればうまくいくと無意識に人生の法則として思い込んでいる。でそうやってその恐れが強まっていくことで健全度が下がるにつれ過去から引きずっている気持ち、自分が特別な傷を負っていると作り上げたのかもしれません、うん、自分が特別に傷をついてるから特別っていう思いにしがみついて、その結果自分の可能性を制限してしまい、仕事や人間関係がうまくいかずに結局特別でなりたい、ありたいと思っているのに自分自身の存在に意味がどんどんなくなっていく、自分で削ってってる感じですよね。そうですよね。もう出てきて出てきてで健全度が上がるとそういうのがこう手放していけるんで、本当の自分の才能みたいな価値をがどんどん膨らんでいくみたいな、はいはい、タイプ4のこの統合の方向は1、だからもっと現実的なところですよね。で1っていうと、そうですね、うん、で分裂の方向はタイプ2、人と依存的な結びつけを、多分人にすがるんですよね。多分こっち向いてこっち向いてみたいな、落ちてくるとだんだんそういう見てくれないからどんどん離れていってるのにっていう自分で離れていってるのにこう人が見てくれなくなるのは当然じゃないですか、はい、でそうなってくるとこうすがってくる、見てみたいな。で、まあ、ここにある例として挙げられているのが、ジョニー・デップ、タイプ4と言われています、自分の感性に合わないハリウッドの商業主義的な映画には出たくない、っていう気持ちが長くあったけども、でもまあ自分の子供と一緒にディズニー映画を見て、面白いじゃんと、捨てたもんじゃないじゃんっていうことを再発見し、パイレーツ・オブ・カリビアン、パイレーツ・オブ・カリビアンへの出演を決めましたと。でそうしたことで仕事へのこだわりがなくなって、まあ、仕事の幅、可能性が広がりましたよと、その場合も多分、美しいものだけに価値がある、で、多分これもまあ一種の執着ですよね。執着だから、よくタイプ4の人って人と違うことにこだわるじゃないですか、はい、そこにこだわる必要ってそもそもないそう言われると、まあ、まあまあそうですね。人と違うから何なのかって話じゃないですか、そもそも深いこと言いますはいはい、はい、っていうのが、まあ、囚われみたいなところじゃないですか。人と違わないと自分には価値がないって思い込んでるのがこう多分下がってる状態ですよね、はいはい、だからそういうのは自分の主義に合わないみたいなのも多分そういうところだと思うんですよ。自分の価値が下がるんじゃないかっていう恐怖がある。
あれに出ると普通の人だよねって見られてしまう、っていうのをこう手放していけると、本当にこうその中で自分の個性みたいなのはどんどんこう発揮できるわけじゃないですか、はい、なのでそういうところにこう縛られて自分の可能性がどんどん失われていくのがタイプ4なのかなっていう。なんでまあこの思うままに振る舞う、自分が、っていう気持ちになってきた時、っていうのがまあ注意信号、注意信号なのかなと、タイプ4、まあ、タイプ4の人じゃないといまいち分かってないかもしれないけど、なんで今ご覧になっていただくタイプ4の方がこれを見てどう感じているか、当たっていれば、当たっていれば幸いですまあでもそういうところ、他のタイプから見てそこにこだわる必要ないのにっていう部分を多分手放していきましょうみたいなところだと思うんですよね。一応あのタイプ4の人から体調は気持ちをよく掴んでいると、お墨付きですもんね。まあ多分タイプ9の特徴です、まあ、相手のを分かろうと一生懸命するみたいな。あ、なるほど、一体化するんですね。一体化するこの人こう思ってるんじゃないかっていうのをこうずっと考えてるんで、やっぱこのタイプ6的には、多分もう仲間じゃないともうちょっと分からないみたいな。そう、多分そういうで仲間にしようとするじゃないですか。こっち来いよ、こっち来いよ、そうなんで、同じ色にしようとしてるのかもしれません。はい、僕はこう相手の色になろうとしてる。はい。っていう部分が多分出てる。そうですね。うん、多分細かいニュアンスは本当のところは多分分かってないと思うんですよ。想像、僕の想像でそうやって話してる。あなたのことは、私たちは分かりませんよ。特別ですから。そう。嬉しくないかもしれません、今のもね。この話をした後に言われるとね。バカにしてるみたいで、すいません、全然、はい、タイプ4になったこともあります、自己診断で、はい、憧れなんですよ、多分、タイプ4、そう、個性的っていうのは憧れますよね、という、はい、タイプ4の健全度の紹介でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。